阪府立体育会館、これから山口選抜対兵庫選抜の男子決勝戦が行われます。この試合の解説は日本バレーボール協会専務理事の小山勉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと風邪気味で声がこんなんで聞きづらいと思いますけども、そうですね、よろしくお願いします。まあ、朝早くからねずっとこの試合終了まであの関係者として残ってますから、はい、お疲れも出てるんでしょう。一つよろしくお願いします。どうぞ。それではこの左側の山口選抜からスターティングメンバーご紹介してまいります。ナンバー順です。1番がキャプテンの藤本壮一、2番が水本幸一郎、4番渡辺敦史、5番藤井悦夫、7番半田剛、そして12番が花田秀幸です。これが優勝戦に臨みます山口選抜。一方コート右側は評判通り決勝戦に進出してまいりました兵庫選抜チームです。1番が浦部正則、2番キャプテンで岩崎剛、3番が戸倉俊介、4番下田悟、5番が長谷川芳樹、そして12番が牧野健二です。これが兵庫選抜です。小山さん、はい、まあ、あの兵庫選抜はね、この夏の全国中学校大会の優勝チームの選手が3人ですか、ね、まあ、順当にまあここまで来たかと思うんですが、この大会のね、はい、前評判通り、はい、兵庫選抜は決勝まで勝ち上がってきましたね。ただ、はい、非常に楽な勝ち方ではなかったですが、そうですね、苦戦しながら決勝まで来ました、はい、一方の山口の方はですね、あの正直に言ってここまで勝ってくるとは思わないようなチームだったんですが、一戦一戦これも苦戦しながらここまで随分頑張ってきましたね。それでは簡単に勝ち上がってきました両チームのここまでの結果をご紹介しておきます。ご覧のように山口選抜は1回戦福島、そして2回戦が新潟、3回戦和歌山、4回戦東京、5回戦神奈川、そして今日準決勝で大阪南を破ってここまで来ました。一方こちら側は兵庫選抜です。さて試合がこれから始まろうとしております。今日の、レフリーですが、ファーストレフリー主審は高橋健太郎さん、そして副審セカンドレフリーが山崎康弘さんです。兵庫県の方は1回戦が群馬、2回戦が佐賀、3回戦福井、4回戦が福岡、これはちょっと苦戦しましてセットカウント2対1、そして今日の準決勝は沖縄に2対0、内容はかなりしんどかったんですが2対0と破りましてこの決勝戦進出です。とにかく勝てば両チームとも初優勝ですね。初めてですね、はい、兵庫の下田のサーブで始まりました男子決勝戦、浦部が打ちます。大会まではとにかくナンバーワンの評判のね、はい、夏の優勝チームのエースですからね、まず1点先行は兵庫です。浦安の下田のサーブ、中央から辻井です。山内、逆にこちら長谷川、ボールを整えて渡辺優パスがブロック。山口期待の4番のエース渡辺ちょっと捕まりましたね。あの平均身長がですね、はい、やはり兵庫県の方が5センチ近く大きいんですよね、この大きさがやはりブロックに出てくると思いますね、はい、山口チャンスですがどうか5番の藤井、見事に決めました。品川監督が言っておりました、この藤井選手は監督としてもどこに打ってくるかわからない、そういう風な、はい、中学生としては、ね、素晴らしいテクニックを持った選手ですね、そうなんですね、この、はい、山口の2番水本のサーブはサービスエースエンドいっぱいなんですね。もう全くオンラインですね、オンラインですね、上に落ちましたね、はい、2対1、 1メーター65センチ水本、岩崎上げました、エースが打つストレートでした。さてこちらもエースが待つ渡辺、ワンタッチがギャルのボール、もう一回渡辺に打たす、いやー決まりました、
いや決勝戦らしい そうですね、お互いにいいレシーブが出てます、いいラリーが続いて、はい、本当に素晴らしいゲームになってまいりましたね。佐藤さん、はい、実はですね山口チームはですね昨日神奈川戦の前、はい、勝ったらステーキと言ったそうなんですね、そしたら勝った、今日の準決勝前には今日はテレビがあるぞと言ったら勝った、まあ、月と集中力でここまでやってきましたねというふうに品川監督言ってましたね、はい、逆転して3対2水本のサーブが続きます。非常にガッツのある小柄な水本、決勝戦の兵庫は滑り出し2対0とリードしました。ここで逆に2対3と逆転されています。しかしこの大会を振り返りますと、この優勝候補の兵庫がいつも出足は逆にリードされましたね、はい、あまり出足が良くないですよね。そうなんですね、藤井です。さて拾えるかどうか、懸命に浦部、そして長谷川が上げようということですがダメ。サーブは山口の藤井です。5番、甲府市の新田中学3年生。ベルベルです。牧野です。中央から半田、今度はエース打つ、渡辺が決めました。4対2、サーブレシーブからですね、はい、なかなか1本が決まらなくてお互いに、はい、ブロックをする、そしてそれをまたフォローしていく、はい、本当に見応えのあるゲームですよね。そうですね、岩崎高いトスを上げて、うーん、5対2となったところで兵庫選抜が作戦タイムを取りました。兵庫が8対7と逆転、中盤を迎えています。この大会ではとにかくナンバーワン、評判ナンバーワンの選手だっただけに大変マークされまして、しばしば、スパイクがブロックされていましたがね、この決勝戦でようやく本領を見せております。またライトから牧野、新宮町立新宮中学校の生徒会長でありバレー部のエース、成績抜群と文武両道なんてこと言ってましたがね、はい、この牧野、ストレートでまくってますね、はい、その牧野のサーブブロック、2段落ちましたがダメ。下田、半田です。下田、今スパイクを決めた4番の山口下田君ね、はい、これも非常に素直なあのスパイクのフォームをしてましてね、はい、身長もありますし将来が有望ですね、はい、ここで山口選抜が2度目の作戦タイム、得点は10対7、兵庫が3点リードです。このあたりどうですか、ちょっと点が開きましたが、山口の方がですね中盤で実はスパイクミスを3本してるんですね、はい、それでリードしてたのを一旦追いつかれたというところからちょっと波が兵庫選抜の方に移ってるということですね。ですから山口の方がこれからミスをしないでしっかり守っていけばまた自分たちのペースに戻ってきますんでね、ここからが勝負になると思いますね、はい、山口選抜1番が藤本、2番が水本、4番が渡辺、5番が藤井、7番が半田、12番が花田です。これから攻める兵庫、サーバーが12番の牧野、現在前衛は2番の岩崎、4番の下田、そして3番の、徳良がおります。得点が10対7、3点リードの兵庫。おっ、半田が打ちました。ワンタッチあり、ワンタッチありましたね、ありましたね、はい、その半田です。ここで半田に変わりましてサーバーが笹永です。下関市立川中中学校の3年生、笹永修司、
下田、踏み込んでね、ジャンプする瞬間のなんかあの動きって何とも言えませんの、はい、この島田君のね、そうですね、はい、で今のも非常にネットから離れたトスなんですがね、非常に素直に打ってますんでね、はい、ブロックに当たっても吸い込まれてしまったんですね、そうですね、はい、まあ、そのあたりは品川監督も、ああこれもワンタッチですね、はい、ブロックの仕方をね、ずいぶん注意はしていたようですがね、ここで今の笹永と半田が変わります。兵庫は戸倉のサーブです。下田変わりました。キャップの選抜はね、1番の浦部君、はい、そして4番の下田君、この2人を中心にして攻撃をあの仕掛けてるんですよ。そうですね、非常に単純に見えますけども、その2人が上手い選手だけにね、はい、いい選手だけに、はい、それがあの構想してますね。そうですね、また下田君ですね、はい、また下田、そうですね、はい、昨日の準々決勝福岡戦、はいはい、ね、第1セット落として第2セットも13点取られてダメかという、はい、そこから ね、やはり下田の大活躍がありました、まあ、みんなが一丸となって戦ったんですがね、昨日はとにかく下田を、ローテーションを浦部と下田を変えたのが良かったんで、浦部と表のエースをですね、位置を、はい、よく拾います藤本、牧野を直撃、これは無理でしょう。佐藤か、時間差で下田に打たせました。今ワンタッチしてますね、してますね、はい、はい、13対7です。山口は7点から点が伸びておりません。深い位置から下田のサーブ、藤井レシーブした藤井がクイック、いやあの対空力のあのジャンプしましたね。そうですね、はい、本当にね、ストップモーションで見てるような感じです。そうですね、本当に品川監督もとにかく素質抜群で、どういうプレーをするのか私にも分かりませんということを言っている、その藤井、しかしこれはうまい空間を狙っていった。今度は1番の浦部君ですね、はい、浦部君が前衛に上がってきましたんで、渡辺が決めました。この山市立、はいはい、この中学大会はですね、はい、とにかくそれぞれの都道府県でこの12名の選手を選んでくるわけですからね、はい、こういう選手たちが将来またあの全日本に選ばれて、お互いに選抜されたチームの中で試合をしていく、そういうこともですね、はい、このもう中学校の時から慣れていく、はい、ということも非常にあの将来にとって、意味のあることなんですよね。そうですね、はい、本当そうですね。ですからあの会場でね、選手同士が試合のない時喋ってるなんかも昔からの友達みたいなのでね、喋、はいはいね、ってましたね、プレーのことなんかね。おそらくこの大会に出てきた選手たちがね、本当に中学校時代のいい思い出を残していくだろうと思いますからね。奈良の村田君なんかの本当に折り目正しく、また非常に親しみを持っていろんな選手に話しかけている姿なんか本当にもう目に浮かんできますが、さあまた渡辺です。5点差あります。懸命に追いかけようという山内ですが、ここはサーブ権は兵庫、1番の浦部君、豪快にブロックを打ち破ってきましたね、はい、そうですね、1本目はブロックにかかったんですが、それをきちっと兵庫がレシーブしてね、決勝戦第1セットセットポイント、渡辺、さて誰に打たすか、やっぱり浦部に打たせます。ワンタッチありましたね、はい、ワンタッチありました。決勝戦はこれまでの試合以上に素晴らしい活躍を見せております浦部、まず兵庫選抜が第1セットを取りました、15対8です。第2セット山口が11対6と兵庫をリードしています。
山口の品川監督が宇部市の藤山中学から宇部商業、そして同志社大学に進んでおります。同志社大学ではバレー部には入っておりますので同好会のバレー部のみだったそうです。はい、ちょっと兵庫の方にまた火がついてきましたね。そうですね。ここで2度目ですね。ここで2度目の作戦タイムですね。ブロックだってそうやないか、お前こっちに来てるだけやてんな。なんでお前のこと強くならんのか、はい、もう動作見せられたわけだね。教えたわけね。ここめ逃げてるの、はい、あ後ろがめてえやん、はい、お前ええが、はい、リードしてるんだって違うやん、はい、いやー、小山さん、両、はい、監督とも語気鋭く荒くなってきましたね。そうですね、もうここは山口にとっても兵庫にとってもね、はい、いわゆる勝負ところだと思いますね。そうですね、はい、まあ兵庫は3点4点差は一気に跳ね返す力があるチームですしね、はい、山口も技あります。弱気になるなということを言っておりました山口の品川監督。しかしこのところ今日も 4点連取、はい、この下田君4番のね、はい、長身の下田君がブロックとスパイクと両方で大活躍ですね。そうですね、勢はその4番の下田、3番のあ10点目が入りまして1点差、3番の浦部、そして8番途中から入りました川野、これが兵庫の前衛です、あっという間に1点差に詰め寄ってしまいました ね。 そうですね、乗っています浦部のサーブ、時間差を見せるエースの渡辺、ピンチサーバーが出ます。下関市日進中学の11番の有吉です。下田、藤本、セッターのキャプテン岩崎、下田に打たせます。2段です、しかしボールはよく拾うことができました。原田、オープンからしましたし、ボールが近い、よく打ちましたね、際どいボールね、はい、よく打ちましたね、ね、ネットギリギリのところだったんですけどね、手をいっぱいいっぱい伸ばして ね、 そうですね、高いところで打ちました、はい、同点のチャンス迎えていますがダメ、しのぎます。山口のキャプテン藤本、今年の春骨折して練習は11月中旬から始まったばかりという花田のサーブ、その花田のレシーブ、水本が上げて藤本を打たす、下田です、ブロック、半田ですか、ああ大きい方でしょうかね、12対10、貴重な1投を挙げました山口、この4番の下田選手は本当にすごいですね。すごいですね、近い、遠い、深いのと浅いのですが、ね、はい、第1回のこの爽やかで活躍した選手がもう年齢に入り始めている、はい、そしてこの第4回の選手たちはですね、これからの2年先のバルセロナのオリンピックではなくて、はい、そのまたもう4年先、今からで6年先のアトランタのですねオリンピックにおそらく中心になっていく選手がここからがあるんですね、そういうことですね、ですから、はい、そういう意味ではこの島田君なんかは楽しみな選手だと思いますね。13対10です。
第1セットは兵庫が取っております。15対8。第2セットは山口が13対10としています。オーバーネットですか。オーバーネットね、ちょっとボールが流れましたもんね。セットポイント山口、第2セット。神田のサーブ、レシーブ裏部、打つのは下田、ブロック、もう一度打ちます。強烈ですね。強烈ですね。高さがありますね。そうですね、やはりいいボールが上がったら決定率高いですね。はい、はいはい、こちらはキャプテン、アウト。14対11、メンバーチェンジです。体を下げます。そして小山中学の笹を揺れます。笹井が入りました。背番号3。さて裏、ああ打てます。返した、あっと投げた、ブロック。長谷川でしょうか。長谷川と岩崎2枚飛んでいます。14対2。県外で頑張っています山、兵庫。第2セット14点を取っています山口。裏部どう打つか、タッチネット。14対13。山口がね、はい、このセットの勝ちを焦ってちょっと硬くなってきましたね。そうですかね、なるほどね、はい、そうですね。入るか、ギリギリ入った。しかし同点のチャンス、裏で打つ、同点です。14対14。やはり小山さんおっしゃる通り、メンバー底力ですね。カナダを脅します。14対14。そしてサーブ権は追いついた兵庫が持っています。第1セットはその兵庫が取っています。15対8。打てない、兵庫がマッチポイントを迎えました。15対14。下田のサーブ、さて、サービスエース、7番の判断取り切れませんでした。男子優勝は兵庫選抜となりました。これで小山さん、はい、昨年が大阪、その前が大阪の南ですね、その前が京都ですから、はい、京都、大阪、近畿兵庫で京阪新でね、はい、この3年連続優勝してます ね、はい、まあ近県で優勝されてそれだけ周りは頑張るという、そういうことなんでしょうかね、まあね、あの試合が終わってみれば、はい、結果は兵庫がね、はい、あの予想通りの、まあ、優勝ということが言えると思いますけども、はい、あの中身の試合は大変苦しい試合をしましたし、各チーム本当によく頑張った、素晴らしく盛り上がった大会でしたね。そうですね、しかしこの第2セット、あそこから反撃できるとは、途中政権監督がね、はい、昨日一昨日思い出すってこと言ってましたけども、本当に素晴らしい逆転をしてくれましたね。はい、第1回大会の優勝が広島でした。第2回は京都でした。第3回は大阪の南チームでした。そして今年の第4回は兵庫選抜が
予想通りの優勝と言っていいんでしょうか。それでは河合俊一さんに一つヒーローインタビューお願いしましょう。河合さんよろしくお願いします。はい、おめでとうございます。いやもう涙の本当にあの感動のゲームなんですけども、よく最後踏ん張りましたよね。はい、あの2セット目はいけると思いました。はい、信じてました。あそうですか。いや苦しかったでしょう。はい、やっぱりあの監督さんがねすごくあのチームをまとめたと思うんですけども、どういう監督さんでした？いや厳しいところは厳しくて、優しいところは優しい、いい監督さんでした。あそうですか。はい、あのこの大会っていうのはね、このアトランタのオリンピック、はい、候補選手を、ね、選ぶ大会ということで、はい、あの多分候補にもいろいろ上がってくると思うんですけども、はい、どうですかオリンピックにもし行けるとしたら。僕は無理だと思います。あいやそんなこと言わずにもう頑張ってください。はい、確かあのローマ遠征に行きましたよね、小学校の時にね、あの、はい、優勝した時にでローマ法王と確か写真かなんか撮って頭撫でられた。はい、あそう確かそう思いました。はい、もうあれからずっとねやっぱり伝統あるね、はい、あの道を歴史を辿ってきてますから、はい、ぜひあのオリンピックは狙ってくださいよ。はい、頑張ってます、はい、あの応援してますんで頑張ってください。はい、今日はどうもおめでとうございます。はい、ありがとうございました。いかがでしたか河合さん、中学生の力強さ。いやもうあの中学生とは思えないですよね。ねえ、というかもう初めもう高校生とやってもね、これ絶対あの負けないなと思えるぐらいね、すごいチームですよね。そうですね、皆さんね、河合さんも一緒に入ってプレーしたくなったんじゃないですか。ぜひやってみたいですけどもねえ、体がねちょっとまだ今なまってます。1月からちょっとね、あそうまたトレーニング始めようと思ってます。あそうです、はい、頑張ってください。はい、それでは CM の後は表彰式、オリンピック有望選手が発表されます。これから表彰式が行われます。はじめに女子の優勝です。優勝いたしました静岡選抜チームに、これから富士コカ・コーラボトリング株式会社田中正雄氏から爽やか杯が渡されます。しっかりと爽やか杯を受け取りました。続いて優勝旗の授与です。読売新聞大阪本社坂田源吾社長より贈られています。松本優香選手がしっかりと優勝旗を握りました。小山さん、はい、あの静岡が 17-15 のね、2セット連取で優勝しましたがね、はい、女子を振り返っていかがですか。女子もね今年は非常にどのチームもよく練習してきておるっていうのが分かりましてね、あの中身が非常に濃い試合だったですね。しかもあの、はい、この決勝もね歴史に残るような名勝負だったですね。セット目も17点も、はい、セット目も逆転してね、静岡が17点まで先に、取られていながら17点で逆転したわけですけどね。これから男子の表彰です。優勝いたしました兵庫選抜チームに、これから近畿コカ・コーラボトリング株式会社永井博史常務取締役から爽やか杯が渡されました。岩崎キャプテンががっちりと大きな爽やか杯を抱きしめています。続いて優勝旗の授与です。読売テレビ青山幸男社長から優勝いたしました兵庫選抜チームに優勝旗が手渡されます。下田選手ですね。あ下田選手ですね、はい、嬉しいでしょうね、はい、優秀選手、下田選手に優勝旗が手渡されました。さて小山さん、はい、優勝は兵庫、そして準優勝は山口という結果で終わったんですが、はい、これは兵庫は初優勝ですかね。そうですね。男子を振り返っていかがですか。男子もね優勝した最後に残って優勝したのは兵庫県ですけども、決勝で戦った山口も非常に立派でしたしね、はい、その他のチームも非常によく練習してきておりましたし、はい、この大会全体の各試合ともね、はい、非常にレベルの高い試合でしたですね。なるほど。この爽やか杯には小山さんオリンピック有望選手というね、はい、そういう選考があるんですね、特別表彰ね。はい、そうですね、はい、男子は今回は3人が選ばれております。
広島選抜の11番古城浩二君、熊本選抜の7番朝日健太郎君、福井選抜の12番西田康弘君、そして女子は4人選ばれておりまして、栃木選抜の5番の東川愛子さん、神奈川選抜の2番備前優子さん、東京選抜の3番椎尾志乃さん、そして広島選抜の8番尾上由紀子さんです。今年の有望選手は、はい、男女合わせて7人ですか。男子3人女子4人ですね、はい、でこれはこのその年々で最も優秀で将来本当に世界と戦っていける選手を、選ぶわけですね。人数には関係なく、はい、で今年はこの7人が選ばれたということになります。そうですか。もうすでに先輩たちがね、はい、トップのレベルに手が届きかけた人がたくさんいますから、今回選ばれたこの人たち、それからまたさらにはね、この7人を追い越そうという人もたくさん出てね、強化して選手もいますんでね。そうですね。第4回大会は男子が兵庫、女子が静岡の優勝で終わっております。どうも小山さん、ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。河合さん、4日間にわたって爽やか旋風を巻き起こしてきました。この爽やか杯、はい、見ていかがでしたか。いや、もう男子も女子も決勝はね、もう素晴らしい試合で、もうびっくりしたんですけども、試合だけじゃなくてレベルの高いっていうことも、これにも驚きました。河合さんからそう言われたらね、僕は中学校の時はこんなね、すごい高いレベルの試合じゃなかったですもん。そうですか。まだまだね、もう低いレベルでやってますからね、それではね、これからきっとオリンピック有望選手というのが出てくると思うんですが、はい、何かこうアドバイスというか熱いメッセージを、やっぱり小さくまとまってもらいたくないですよね。この大会では190代の選手がね、やっぱり何人もいるってことで、そういう選手がもうちっちゃくまとまるんじゃなくて、もっともっとね、大きく小技なんかあんまり使わないでボン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 ね、まだまだ冒険をしながら伸びていってほしい。そういうね、育ち方していってもらいたいと思いますね。そしたらもう将来ね、素晴らしい選手がどんどん生まれてくると思います。そうですか。爽やか杯全国都道府県対抗中学バレーボール大会は、女子は静岡、そして男子は兵庫の優勝となりました。河合さん、今日はどうもありがとうございました。それではこの辺で大阪府立体育会館から失礼します。